小屋入り前日でございます。劇団一撃屋の番外公演小獣のですね、ゲストリレー、いよいよあと2回でございます。第8弾はですね、吉田聖子さんに来てもらいました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうっす、門間 の, あの片隅で動画をまあでもめっちゃ明るいけどね。めっちゃ明るい、あの高校と看板の明かりを利用して手のぬくもり整骨院とかね夢の種さんラジオ局いいね。そんなんあんねや。紫山ってこう京都のさ、はい、有名なとこやね。あ、そうなんですね。あの地区地域というか、へ、うん、そういう看板の前でやっております。今日は川原じゃなくて取り手が、はい、丸山です。丸山、よろしくお願いします。看板の話はいいのでゲストリレーをそうですお願いします。吉井さんはですね、まあ、この間の内村さんもそうですけど、もう1、2、2、あ、でもそれで3回目ですか。正式には3回目。日替わり吉井さん入れたら4回。あ、そっか。じゃあ、あれ、あれはファイブスターは、まあコラボ公演あれ入れたら5回。ああ、 4.5 とか。 4.5 ですね。あ、で、成田を2回出てもらって、うん、まあそれも盾してたんですけど、うん、最初がだから盾よね。あ、そうですね、うん、であの盾ちょけてるじゃないですか。全部最初はでも割とちゃんとやってなかった。竹光は、まあでもちゃんとやるとこが振りであって、うん、その後ちょけ、うん、ああ、まあちょけが見えるそうです、そうなんです。竹光大体は大体そうです、ね、うん、あのちゃんと盾するのは振りで、うん、オチのために頑張って盾してるっていう面が多かった。そうだね、うん、で今回はもう、はい、がっつり盾をねやっていただいておりまして、うん、武器が、あの、まあ、短い両刀、え、なんて言ったら双剣か、双剣、双剣なんで、僕ね一回ヨシさんが遊んでる時にヨシさんの大学やったんですけど、めっちゃむずいっすね。めっちゃむずいよね。全然覚えられない。手数が多い。多い。人の、まあ、倍とは言わんけど、1.8 倍ぐらい。倍あるよね。倍ありますよ。1回の攻撃で2回やるから。シュンシュン、え、今どっちの手からやった？そうやね。斜めどっちとかね。こうね、だからこう切る1個取っても、はいはい、右で切る、左で切る、2個切る。そ、いやー。3倍あんの。やば。1個の手で。もうね、ほんまに覚えられへんくて。もうなんかほんで、なんか他のチームとコラボでやったりするときやったじゃないですか。コラボ？あの、他の、内村さんターンのやつとか、はいはいはい、コタチターンのやつとか、うんうん、その最終局面やったんで僕が連絡してたの、うんうん、これも初体験でわけ分かってないのに布もあり槍もキーので、はい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 、もうねむちゃくちゃでしたね。いやあれ大変そう大変や、大変そう。しかもまだ制約入るからねはいはい、そうそうなんですよね。あれ地味にきついよ。最後の最後の最後はもう一個、もう一個人負荷をね。そう負荷好きよね。いや、ほんまそうです ね。いや、まあ、昨日内村さんと喋ったんですけど、うん、服着て、衣装着て通したら、うん、まあ、不可なこと。そうやね。重に。いい感じで、でも、なんつうの、破れてたけど。いい感じでね、戦いの後が。はいはい、ボロボロでしたね。毎回これ脱わなあかんねやろなと思いながら。でも、これぐらい破れてた方がいいなっていうのは正直。昨日。ああ、なるほど。うん、構成的にどんどんこうボロボロになっていく感じなんで、俳優も同じようにボロボロになっていくから息も絶えない、はあはあ、芝居ちゃうもんね。あれ芝居じゃない感じになってて、でまあちょっとゲネがあるんでそこでどうなるかなんですけど、うん、3回の時やばいね。でもねスタミナとかは60分なんでやっぱり終わってからのスタミナはそこまで、うん、ああって感じなんですけど、短距離や。いや、そうなんですよ。途中息できん、もう肺が熱いみたいな、呼吸でけへんね。はい、でまあ、ヨッシーさん、内村さん、川内さんと僕とかも、まあ、ターンがあるんですけどね、持ち場が。竹村さんは真ん中でね、うん、ずっとターンなんで、ずっと俺のターンなんで。すごいよね、ほんまに1時間ずっと。いやー、大変でしょうね。まあ、多分僕とかは分かってないんで、がむしゃらにやるじゃないですか。竹村さんは、所作でこう、うまいことやるんで、その辺の力の抜きどころとか分かってるんでしょうね。それでもまあだとしてもなかなかです。これね、去年、はい、成田やったやん、ゴールデン成田。はい、あの時にあれ最後何分やっけ？えーとね、30分、はい、30分ずっと動きっぱなしの、はいはい、まあ、チャンバラっていうか、はいはい、アクションやって、はい、で、まあこれがそれがきっかけなんか知らんけど、あの後に俺赤星さんにたまたま会ったんよ。
はあはあ、道で、はい、道で、そう、道でたまたまバタッバタリあって、はい、ほんでそう30分のそういうのやったんですよって話をしてたら、はい、赤星さんが、あ、じゃあ今度俺らで1時間やろうや言い出しはって、はいはいはい、1時間チャンバラやりたいのに言い出しはってほんで、はい、その夜にそのまま竹部に電話したほうほうほう電話して、すごい早いな、はい、ほんでちょっと1時間でやろうやって言ったんよね、はい、それいつやったか忘れたけど、はい、いやそれ僕ねなんとなくちょろっと端っこ聞いたんですよ、あ本当多分去年の夏ぐらい夏じゃないではない、だってゴールデンナイトになってから冬やったの冬か、あ、違う今年のもう初頭ですわ初頭か、はい、春ぐらいにせやせやせやほんで、まあだからそれがきっかけなのかは分からんけどこういう実際に1時間チャンバラしっぱなしっていうのを実現したから、はい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 、おお結構じゃあ熱いんですね、展開としてもそう赤星さんもそれで目を上げてくれたし、はい、企画段階でもともと僕らも公演したいけど、うん、でも僕じゃなくてなんかもっと変な公演したいねって言った時に竹山さんが、うん、公演がしたいって言ったかった時に、うん、あじゃあもう竹山さんの公演やろうよそれいつでも同じ、ね、そうじゃない明けぐらいですね、はい、ちょうどでその後にそういう話があったの、はいはい、それで多分そうなったのそうかもね、うん、そうか、うん、まあだから本当に60分ノンバーバル言葉なしでずっと戦っておりますが、うん、あのいっぱいね若手も言い交じってやってるじゃないですか、ね、でそこでですね、うん、前回のゲストの内村さんから質問が来てもらいました、はいはい、あのまあその僕らとか一撃屋がいたりして、うん、でまあ吉井さんたち のゲストというか、まあ、ちょっとベテラン、うん、ちょっと監査部の人たち年上の人たちがいて、うんそういう、で、若手のアンサンブルがいてっていう座組じゃないですか、はい、稽古後にどうやら若手だけで飯に行ってるようだというのをですね内村さんが、うん、あの小判とかから聞きつけまして、うん、昨日もまああのなんか銭湯やろ銭湯なんか吉井さんが焼肉行こうやみたいな言ってたほんといやちょっとで銭湯行ってたり行ってたねである日はラーメン、うんそうで稽古後に食いに行ってて、うん、ラーメン部ねラーメン部、はい、ラーメン好きの吉井さんを差し置いてねえ言ってたねそういう、うん、誘わないやつらああいうやつらどう思うんだっていうのを聞きたい本音を聞きたい若手よ苦言を呈してやってほしいみたいなことまあねいいとは思うけどね別に行きたい人で行けば誘いづらいかな何やろうなぁ忙しそうっていうのはでもね、まあ変な話、一日は作業があるんで、ね、ごめん、やっぱ行けないっていうのが多いんですけど、うん、まあでも一言ぐらい行くんですよぐらい言ってくれてもいいんじゃないかなと、ね、まあ俺らから誘いよって話ですけどあのラーメン部が活動してた、はい、ツイッターで流れてたあの夜、はい、俺ちょっと別でラーメン食べに行った一人でソロ活動うん、どうしてもやっぱ食べたくなっていやラーメン食いたいな今ねえラーメン食べたくなって食べたくなりました、ね、てか焼肉も行きたい焼肉行きたいですねあそこすぐ閉まるんですよ俺焼肉もさ何日か前にツイッター上げてさ、はいはい、ちょっとみんな引っかかってくれへんかなみたいな言っててでいやせっかく行くんやったらみんなで行きたいやん、はい、全員っていうのは無理やけど、はい、だからほんま一撃はもう、はいはいはい、行きたいねんけど、はい、まあしょうがないとこもあるから、まあはい、そうそうで行けんのかどうかっていうとこやけど今、はい、今だからね本番始まってから行くあ それがいいな行けんの行きます行けんの行けんのかなでもねやっぱお客さんと飲みたいするじゃないですかみんながいやまあだからそれは別にそれでいいやそれでいいですそれはそれでいいけど僕も接待しに行かなかったああまあね劇団としてなんかないのっていう話なるほど初日打ちとか中打ちとかそういうことですかし、ね、またこう誘っても劇団でなんかあるんでみたいなのあるやん一撃やって、ね、うちほんまそういうなんか付き合い悪いっすよね付き合いというか企画多すぎるやん多すぎるってのはいいよねけど公演関係ないのに公演後に別の打ち合わせをしなければならないとかが発生する時があるので月1企画が15個ぐらいあるやんそんなにそんなにはないです4、5個結構あるやん、はい、ありますあります本番中はないの本番中はないですお本番中はさすがに集中、はいはいはい、なのでまあ
初日はでもね、あってもいいですよね。うん、ただ2日目、ちょっときついよ、サンステはつけて次の日ですから。いやもう多分みんなすぐ帰りたいか、もしくはまた風呂ちゃうか。まあ、風呂は全然いいけどね。終わってからそれで回復する人と、うん、そうじゃなくて帰って回復する人といるじゃないですか。あ、まあまあ別にそれは、僕結構そういうの行って楽しんで回復したいタイプ。ああ、はいはいはい。僕はぜひ行きたいです。じゃあ行こうや。行きましょう。行こう行こう。それも決定。行こう。風呂。風呂。風呂か。風呂か。風呂も行きたい。風呂も行きたいですけど、焼肉かと思った。焼肉も行くけど、はい、ちょっと時間計算しよう。そうですね、うん。ホールアウトしてからの時間結構タイトですよね。ちょっと予定。いろいろこなさなダメですか。遠足みたいになってる。そう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 。ちょっとタイムスケジュール作って。はい。そうですね。1時間やから、行けんちゃう。行きますか。みんなの終電も考えて。はい、ちょっとそのタイムスケジュール組みましょう。組みましょう。はい、で、次、はい、いよいよラストなんですけど、はいはいはい、赤星正則さんに、質問を1個もらえると、はいはいはい、了解です。ラストなんで、はい、何か、赤星さんに、はい、赤星さんって、はい、一撃屋さんにちゃんと出るのは初めてです。初めてやね、はい、日替わりでやって1回、はい、赤星さんから見た、はい、一撃屋の、はい、あ、ここええやんっていうところとはいはい、はい、ここどうやねんっていうところをはいはい、はい、まあ一個ずつ言ってもらえたら、はいはい、聞きたいですね、それを。両方怖いな。意外とええやんってこと、意外となんやねんここ、はいはいはい、そうそうそう、今回参加してね、稽古でね。これでも赤星さん両方どうなんになりそう、怖いな。確かに確かに。それはそうやけど、結局どうなんになりそう。それ皮肉ですかってなりそう。やば、いいね、それも含めて。ちょっと明日、小やりですが、どこかのタイミング見つけてちょっと聞いてみたいと思います。ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ、今夜この深夜上がるとしてですね、土曜日、日曜日、それから祝日の月曜日、3日間ございましてですね、土曜日がもうないんですか、お席。日曜日の、お昼、夕方、夜、それから、月曜日祝日のお昼と夕方はですね、お席がまだあります。本当にですね、熱い展開だらけの60分となっておりますので、うん、ほんまにね、男はこう、うわーってなるし、女子はもうクッとくると思います。惚れると思いますので、ぜひ見に来てくださいませ。はい、というわけで、今回のですね、ゲストは、吉田聖光さんでございます。はい、どうもありがとうございました。